怪談和尚と言われているぐらいなので、まあ、で最終的にその機械そのものが潰れちゃって、神や仏の存在って本当に信じてるのって言われて、オカルタブーイエイ、なんとここは京都ドス、京都ドスへ形から入っていきますね。はい、まあ、ここはですね、京都の蓮宮寺っていうお寺なんですけれども、ここにいらっしゃる三木大雲さんという和尚さんがいらっしゃるんですけれども、その方が怪談説法っていうものを YouTube 上げてらっしゃるんですけど、まあそういうことでいろいろ怖い話を聞いていきたいと思います。早速お邪魔していきますか。はい、いろんな話聞きたいですからね。楽しみです。すごくドキドキします。参りましょう。はい、お邪魔いたします。オカルト部のココモと申します。はい、よろしくお願いいたします。まあ今日はいろいろお話が聞ければなと思っております。はい、お願いします。まあ、三木大雲さんといえばですね、はい、まあ、怪談和尚と言われているぐらいなので、まあ、その怪談に関してすごく詳しいと思うんですけれども、はい、私自身は全然幽霊とかは見えなくてですね、はい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 、自分では全然感じないタイプの人間だと思ってまして、でも結構な数の心霊スポットに行っているんですね、この番組とかでも、はい、なのでさすがに一体ぐらいはついてないのかなっていうのがちょっと気になっていまして。なるほど。基本的にね、はい、生きてる人たちっていうのはやっぱり守られてるんです、はい、誰もついておられないってことはないですね、はい、見守ってくださってるという意味で、はい、でよく心霊スポット行って悪い人連れてきたとかっていうのはあるんですけども、はい、ほぼほぼ稀ですね。だから心霊写真なんかでもそうですけども、はい、悪いって言われるものってほとんどなくって、はい、何か疲れてるとかっていうことは多分ないと思います。はい、かとか、はい、すごく安心しました。はい、で霊感ないっておっしゃいましたけど、はい、実は日本人ってなかなか霊感がある民族なんですよ。でそどういうことかというと、例えば、はい、リレーありますよね。はい、あります。でバトンリレー実は一番日本がうまいって言われてて、はい、海外の選手も日本人に習いに来るんです。でなんでかっていうと、はい、バトンもらうときちょっと後ろ見ますよね。あ、見ます。で後ろ見ながらある程度したらもう前見て走り出して、はい、そしたら後ろの人がパチってきますよね。はい、途中から見ないで前走り出したら、はい、あとは何でわかるかって、よく日本人が言う雰囲気っていう言葉ありますけども、 はい、あれ実は海外の方わかんないんですよ。空気を読むっていう、あ、はい、大体空気を読むっていう世界観だとか、うん、はい、例えばまあ有名な漫画が見た時にそれがアニメ化されますよね、はい、でアニメ化された時にあれ声全然おかしくないっていう、はい、自分が漫画読んでた時と声が違う。あ、あります、あります。あれも実は日本人だけなんです。音を自分で作り出してるんですよ、漫画の中で。なるほど。でそれがアニメになった時に声優さんの声と一致しないとかが出てくるんですけど、 はい、あれも日本人以外の方に聞くと不思議な現象で、はい、いや今までアニメになったことないのになんで声わかるのって。でもなんとなくこの太ったキャラクターには太った声を当てはめてるんですよね。はい、はい、だそれもいわば霊感って言えば霊感の一つですよね。はい、そういう意味では実は霊感がないって言ってても日本人の中でないだけで、はい、もしかすると海外行くともう、あ、そんなに感じますって言われるかもしれませんよね。確かに、あ、そんな違うんですね。うん、そうです、そうです。人で知らなかった。うん、なんか人それぞれその見てる人でも見え方が違うっていうのを聞いたことがあるんですけど、はいはいはい、それは三木大雲さん的にはどういうふうに見えているんですか。ね、私の場合は、はい、一度科学者の方が写真で検証されたこともあるんですけども、はい、お経をまず読まないとあまり分かんないです、はい、でまずお経を読むと、はい、私の中のこうスイッチがオンになるというか、うん、でお経を読み終わってしばらくの間は、はい、なんかいろんなものが映像というよりは頭の中にほど降りてくる、はいはいはい、で分かりやすく皆さんに言えば、はい、例えば今ちょっとリンゴを想像してもらいます。リンゴ、はい、でそのリンゴ赤いですか。赤いです。大きさはどのぐらいですか。これくらいです。ああ、でっておっしゃるリンゴって実在してないですよね。はい、してないです。でも今頭の中にはありますよね。います。っていう感覚なんです。だからお経を読んでても全然知らない場所にが出てくるんですよ、はいはいはい、お経を読んでると、はい、でずっと私がその映像が家の中に入っていったりして、うん、2階上がっていくとおじさんが座ってられる、はい、
でこの人誰かなと思ったらそのおじさんがカクカクシカシカで私はこういうもんですみたいな喋り出される、はい、でお経を読み終わってご祈祷した方に、はい、あのお話を聞いてるといや実は私今一軒家に住んでてって言われてもしかして2階上がったら、はい、なんかおじさんが椅子に座ってられたんですけどあそれ父ですとかでこんなことおっしゃってましたよっていう風な現実とリンクし始めるんですよね、はい、だからそれがね私の場合はお経を読んでる時にそれが起こる、はいはい、でそれをまあ科学の実験で脳波を測ったり、はい、一度していただいたことがあって、そしたら気を失ってるって言われましたね。ああお経を読んでる間はなんかねその想像というか何かが降りてきてる時って、はい、脳の血液がほとんど下に降りちゃってて、っていう結果で、はい、で最終的にその機械そのものが潰れちゃって、まあ、量子力学の世界でいうとこの量子のもつれっていうのがあるんですけど、はいはい、ちょっともうこれを詳しく言うと量子力学になるのでお化けっていうのは将来科学的に必ず解明されると私は思ってますね。その時代にいたいですね、はい、解明される。そうですね。じゃあ日常生活で急に見えたりっていうことはあまりないってことですか？あります。それもあそれもあるんです、でそれはねどういったタイミングでって言われると分かんないんですけども、はい、でもやっぱり普通に喋ってたりその方とえだ誰と喋ってはるんですかって言われたり、はい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 、でタクシーに乗る時もタクシー乗ろうと思ったら先に座ってられて、はい、で相席とかですかって運転手さんに聞いたら、はい、えどういう意味ですかって言われて、うん、あ違うもうその場でプッと消えられてあ違ったごめんなさい。あ普通のもう人を見てる感じと変わらないっていう感じ。そうです。その時は本当に分かんないんですよ。で最近その見分け方が分かってきたんですけど瞬きされないですね亡くなったら。あなるほど、うん、普通に人間だと思ってる方が瞬きしてなかったらもしかしたらそうです人間ではないっていうことですよね、この人亡くなってられる方だなと思ったら、うん、取材してみてください。あ取材してみたいと思います。そもそもで大変恐縮なんですけれども、はいはい、和尚さんってどういう仕事をされてるんですか、ね、あもうこれはね、はい、あの宗派によってもおそらく違うでしょうし、まあ、基本的にはお葬式とか、はいはい、法事とかっていうものがもう基本なんですけども、はい、私のお寺はもともと廃寺で、はい、もうあの お檀家さんがおられなくて、うんうん、で前の私のご住職さんはもう早めに亡くなられる前にも引退したいと。あ、はい、でもちょっと変な話ですけど生活がもうできないような、うん、はい、で大体こう京都市内で言えば、はい、平均的に200軒ほどの檀家さんがおられないと運営していけないんですよ寺って。ここは29軒だったんですよ私が来た時は。あ、ですからもう全く他の仕事をしないと食べていけなかったので、はい、テレビの方に出させていただいたり、うん、本を書いたりっていう、あとは講演ですね、うん、とかの収益でなんとか今やってるという。なるほど。そうなんです。じゃあ和尚さん一本でするっていうのはもう本当に難しいって。そこそこの大きなお寺さんでないと難しいですね、はい、よく、うん、坊主丸儲けとかって言われますけどあのそういう方にはぜひやっていただいたら分かると思います。大変さがねすごく大変ですね。和尚さんとかってすごい修行っていうイメージが強いんですけれども、はい、実際にそういう修行とかってされたんですか？ね、これも宗派によって大きく違うんです、はい、で浄土宗浄土真宗さんとかはあまり修行っていうのがないんですけど、はい、実は日蓮宗禅宗真言宗とかも非常に修行が好きというか、はい、で中でも日蓮宗はすごく厳しくって、はい、もう小学校4年生になると、はい、修養道場っていう、うんうん、夏もう修行式が終わった次の日から本座に預けられて、はい、でそこから修行を1週間夏休み小学校4年生は始まるんですけど、はい、それが中学2年生まで一旦あるんですけど、はい、もうそれはね外から聞いてると来年来るから帰らせてくださいとか子供の泣き声がするくらいなかなか朝早く起きて、はい、でもうクタクタになって最後寝て、はい、で次もまた朝早くからも読経の練習があったり、うん、まあこの衣の畳み方着方とかっていうのをもう厳しく何度もされるんですよ、はい、でそれがまあ一段落つけば今度私の場合だと大学で、うん、学寮っていう寮があるんですけど、はい、それも大体まあ5時ぐらいに起きて水をかぶって、はい、で、掃除をして、はい、朝のお勤めをしてでそれから学校へ行って大学にで大学の授業が終わると帰ってまた夜まで今度家業があって書道照明とか、はい、まあ武式作法いろいろ教えられるんですけどそれが4年間あるんですよ。はあ、すごい。ただね一つ面白いちょっと思い出がありましてね、はい、私あの
一番最初の修行、その、大学の時の学寮が熊谷学寮っていうのが日蓮宗に、もう今はないんですけど、はい、昔ありまして、でそこで修行してたんですね、はい、田舎なんです、他に何にもなくって、はい、あるとしたら近くにねペットショップみたいなのがあったんですよ。ペットショップ、でこれアラスカマラミュートっていう犬をこう育てられて、うん、でそこに行ってこうワンちゃんと接するのが唯一のこうなんかストレス解消というか、はい、でもう授業の合間にパッと来て、でもすぐにもう夜のお勤めがあるので帰ってたんですけど、はい、である時そこへ行くとね、あの当時カリカリカリって映るんですっていう、うんうん、使い捨てカメラ使ってたんですけど、はいはい、でこの使い捨てカメラで撮ってると社長さんが出てこられて、はい、勝手に撮るなよって言われて、うんうん、であすんません、なんか可愛かったから撮ってしまいました、はい、そしたらもうすごい形相なんですよ、てめえ撮りやがってみたいなね、はい、でいやもうじゃあこれカメラお返ししますもう、はいはいはい、あの捨てていただいて結構ですって言ってお渡ししたら、はい、あれお前関西弁って言われて、はい、あそうなんです京都なんですよって言ったら、なんや俺もやねんって言って、はい、で関西弁で喋ってくださって、であのなんかちょっと良かったなと思ったら、あじゃあ上がれ上がれみたいな、うん、で中に上げていただいて、なんかねあの丸太小屋みたいな受付があるんですけど、はい、そこの中に入れていただいて、はい、いや俺も京都なんやって言ってね、うん、関西弁私も久しぶりに喋れるし、あ良かったなと思っていたんですよ、うん、はい、そしたらその方がね、あの気に入ったからお前のこと、はい、15分間だけちょっと犬の散歩毎日キーヒンって言われて、毎日はちょっとって言ったら、はい、週2回でいいやと、はい、15分間だけパーッと犬の散歩行って、はい、あの来てくれたらあとちょっと俺と話を5分ほどして、俺も関西弁久しぶりやからみたいなことを言ってくださって、はい、ではそうですかって言って、でアルバイトやからもちろん給料も出してあげるよと、でそれが月15万出すって言われて、すごいでしょ、週2回15分散歩行って、はい、あと5分ほど社長さんと喋ったら15万円、で私もちょっとこれは修行ってお金かかるんで、はい、あのあちょっと助かるなと思って正直、あじゃあちょっと一度寮に帰って、はい、寮館先生がおられるんで、はい、先生にお聞きして許可が出たら、はい、ちょっとお願いしますって、うん、そしたらあじゃ あの許可もらってきてくれって言われて、はい、でまあ、あのとりあえず缶コーヒーでも飲めようって言って缶コーヒー何本も並べてくださって、はいはい、であじゃあ一本いただきますって飲んで、でまあまあ帰ったんですよ、はい、でその話を寮館先生にしたら非常に怒られまして、はい、欲を捨てるために修行してると、はい、それが欲にこうやってまみれるとはどういうことだって言って、はい、反省文を原稿用紙 7,8 枚書きましたかね、はい、すいませんでした。で次の日になって、まあ、その社長さんのとこ行って実は怒られまして、はい、あのすいませんけどもちょっとお受けすることができませんって言ったら、あもうでもしょうがないしょうがないそれはそうやって言って、また缶コーヒー並べてくださって、はい、1本取れよってで1本いただいて、でいただきながら神や仏の存在って本当に信じてるのって言われて、はい、で信じてるからこそ修行してるし、まあ、ちょっとそういう霊感というかがあるんですみたいな話をしてたら、はい、あそう俺は絶対いいヒント思うなっておっしゃるんですよ、でもそうですか、うん、まあでもそれは仕方がないですからでまあ私帰って、はい、で熊谷の2年の修行が終わったので明日から私谷中の方に引っ越しますっていう挨拶行ったんです、はい、でまたコーヒー鳴るところなんですよ、そうかね、お前ほど神や仏信じてる人間やったらうまいこといくかもしれんぞって言って、はいはい、ありがとうございます、またコーヒー1本いただいて、おじゃあもうこれで失礼しますって言って帰ろうとしたら、はい、ちょっと待て待てと、もう一本飲んできよ、もう最後やから、はい、でももう私時間がなかったのとお腹もちょっといっぱいだったんで、うんはい、すいませんもう ありがとうございます、またどっかでお会いできたらお願いしますって言って帰ったんですよ、うんはい、でそれから数年後この社長さんが実は犯人で、おでこの犯人捕まってからもお亡くなりになられたんですけど、はい、この犯人がね裁判の時に、はい、まあちょっとこういろいろ新聞記者の方とかいろんな方とこう接見されてたんですけど、その中の一人の方が会いに行った時に、俺はあんだけ人殺したけど、もしかしたら神や仏がいるかもしれんっていう話をされたらしくって、でなんでですかって聞いたら、昔埼玉にその住んでた時に修行僧が遊びに来た、で毒入りコーヒーを並べて一本だけ毒のないやつを置いてたんです、だから3回来て3回とも毒なし引き寄ったと、で最後にもう一杯飲んでいけって言って断ったと、はい、あいつは神に守られてるっていう風になんか犯人が語ったと、はいはいはい、でそのこの話が本当かどうかを検証したくて、はい、三木さん昔埼玉にいましたよねって言われて、はい、こんな話聞いたことありませんかって言って、あそれ僕ですっていう話だったんですけど、
こんな話は修行時代の思い出の一つなんですけど。濃いですね。濃い。普通に生きててはできない気持ちになって、それ聞いた時鳥肌とかやっぱ立ちましたか？それもね、はい、まあ今自分は生かされてるので、はい、むしろそこで私が命がなくならなかったことの責任感を感じました。何かしなくちゃいけないんだろうなって、だからせっかくいただいた命というか生かされてるので、はい、やっぱり世の中の役に立つような生き方しなくちゃいけないんだろうなっていうふうなのは感じましたね。すごい話ですね。ありがとうございます。はいはい、思ってた修行とちょっと違ったので、びっくりしました。ありがとうございます。はい、まあ見ての通りなんですけど、はい、非常に髪の毛が伸びてまして、すごい、ちょっと、すごい、聞こえました。聞こえました。